はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今回節目の回ということで、こちらの節目 T シャツ見えますかね、映ってます？で表はちょっとね、和柄っていうんでしょうかね、節目でシーサって書いてある。こちらの T シャツ抽選でプレゼントいたしますので、ご希望の方は後ほど発表するキーワードをどうぞお聞き逃しなく。それでは YouTube ライブからの実践スタートということで始めていきたいと思います。シーサの街道日記第980話節目の回、よろしくお願いいたします。ですね、この凱旋場ですね、打っていきたいと思うと思ってですね、ドギャンなんですかね、ちょっとやっぱちょっと怖いところもありますけど、まあ、ナンさん来れば今日打ってからちょっとでも勝てたらいいかななんて思ってます。いやー、寒いのか暑いのかわからない季節ですね。今年は暖冬なんか言われてましたけど、ようやくなんか最近福岡も佐賀も寒くなってきて、今朝なんかすごく寒かったですよね。あ、今日は勝てそうですかというご質問ありますね。はい、勝てそうです。今回節目の回ということで、第971話から980話までの、まあ、10戦の節目ということになりますけれども、非常に好調、2020年、勝ってる数も多いんですけど、勝ってる枚数もまあまああって、非常にですね、あ、雪降ってますよというところもありますね。はい、そう、僕ね、日暮らしのアニメが好きで、昔パチンコ店で働いてた時に、まあ役職だったんで深夜まで仕事してたんですよ。それこそお客様が出られて11時からが仕事スタートみたいなね、まあいろんな調整をしたりとか、お金を数えたりとか、いろいろやって、仕事が終わるのがまあ大体1時とか、遅い時はもう2時とかで、まあ立場的にその朝はね、開店の時お客様をお迎えしたかったので、夜中2時とかまで仕事して、朝10時にはこういらっしゃいませって言っときたいんですけど、その時行ってたお店が自宅からまあ1時間以上は軽くかかる、結構遠目で、例えば2時に終わって家に帰ったらもう3時半、で朝9時に出勤するとしても7時半ぐらいに出らない関係、もうお風呂入ったりしたら寝る時間もないということで、お店の駐車場で車中泊をする時が時々あったんですよ。でその時になんか寝るのもなと思って、夜中のパチンコ屋さんの真っ暗な立体駐車場で車1台ポツンと止めて、その中で日暮らしを見てたっていう、まあそういう思い出があります。なかなかゾワゾワしますよ。 いやめちゃ怖いし、不審者やん、どう見ても。まあでも一応ね、そこのお店の責任者だったので、その時はいやちょっとね、1時間に1回ぐらい周り気にしながら、まあ、日暮らしのパチンコが出て打ちたいなという、ただのそんなお話なんですけどね。さあどうかな、ここ1ゲームモードはなんか結構動いてますよね、さっきからね。さあここでアクロポリス来ました、天国滞在のチャンス、初当たりになるか。さあ初当たりのチャンスとなります。投資が今9本450枚ですね。お、あるかもよ、どげんだろうか。シータさん、昔も頑張ってお仕事してたんですね。そうですね、ずっと仕事はしてますね。はい、244ゲーム450枚の投資から最初の当たりになります。よかですかね。はい、じゃあ行きましょうか、今日最初のゴッドゲーム。まあ、天国にいた可能性もありますからね。ブルー、さあ参りましょう。割と早かったですね、200ゲーム台で最初の当たり持ってこれれば、まあまあ投資も10本以内です。とはいえ2セット以上ないとプラスにはならないというところですね。負けたらええのにって、結構負けを願っている方いらっしゃいますね。ただ残念ながら勝つと思います。
街道日記では毎回審査の街道日記特製のカードケースをプレゼントしています。そして生放送の時は生放送をご覧の皆様の中から抽選で3名様、まあ、さらにこの後今回の動画は980話として配信いたしますので、その配信の時にも抽選で3名様、合計で6名様ですね、カードケースプレゼントいたします。そしてご応募方法はアローズスクリーンの LINE アットにご登録をいただいて、その LINE アットに今から僕が発表するキーワードを送るだけとなっています。まあ、その前に木永様の出番ですので、ちょっとここは一つ載せときましょうかね。よかですかね、一個載せといて。参ります。とりあえずこれでプラスですね。もうちょい言っとく。まあまあまあ、とりあえず1セット乗せました。さあ、というわけで最初のゴッドゲーム400枚近い獲得になってますね。ここはキナナ5連から1セット乗せて最初の100ゲーム消化になります。投手分まではあと50枚ちょっと。それでは2セット目参りたいと思います。順調なスタートでございますね。ここでポセイドンとかね、来てほしいな。一応中断キナナも引いてるんでね、Sステージとか来たら最高だけどな。おー、いた、天国いましたよ。さあ、これでプラスです。今日は余裕のよっちゃんじゃないかな。結構勝ってるんですけど、今月調子いいんですよ、2020年。なんかね、うん、結構勝ってるんですよ。最高投資額はいくらですか。まあ昔の話になりますけど、4号機の時には20万負けたこともあります。20万ですね、まあ、1回きりですけどね。さあ、そして上乗せチャンス到来です。今日はやれるな、この凱旋。じゃあもう1個いっとくか。キナナ5連おかわり、おかわりの前に、え、あるよあるよあるよ、ありますよ。味覚チャンスだったのに。読んでくださいというコメントあります。読んでください。先週の土曜日に凱旋打ちましたが、土曜日にマイナス7000枚、日曜日に同じ台を打って万枚を達成しました。怖い。だから7000枚負けた翌日にまた凱旋に行ったっていうのがすごいですよ。その勇気、その決断力はすごい。まあ、出したこともすごいですけど、2日連続でその台に行ったっていうのがすごいと思いますね。さあ、戦車出てきてのここはね、外れ、上乗せチャンスですね。あらあら、めっちゃ緊張すぎません。これで4セット目取ってる確定です。そうですね。さあ、これで4セット目が終了になります。ちょっとね、展開は順調だったんですけれども、生放送としては波乱含みの4セットだったと思います。さあ、5セット目があるかどうか。1177枚の獲得です。あってほしいな、もう1個。こんなんで通常に戻ったら、なんか AT もなんかこう不完全燃焼というか。いやー、もうちょっと消化したい。終わらんでお願い。別に台は何も悪くないけど、お詫びのもう1セット。4セットまあまあ、でも600枚ぐらいプラスになりました。おでこにゴッドゲームが映った。そんな反射します、僕のおでこ。すごくないですか。あ、ほら、いらんこと言うけんこうなった。まあでもね、おでこが反射するって、もしかしたらこれでね、もしもの時助かるかもしれないじゃないですか。ほら、周りに何もない、誰もいないところで助けを求めなきゃいけない時、日の光をおでこに浴びて、そして空ゆく、へ、さあ、チャンスですね、ここね。1022ゲーム。先ほどね、1000回転ぐらいで当たるかもっていうコメントもありましたけど、どうやらその方のおっしゃられた通りとなりそうな雰囲気ですよ。さあ、当たるかどうか。今いい時間来てます、いい時間来てます。
ダゴハマってますね。ダゴっていうほどハマっとらんですよ。さらにさらにさらにリプレイ3連休3回目。もうこれまだ3連目ですけど5連させたいですね。三上様勝負どころです、お願いします。今当てないと生放送の時間が少なくなってる。頼む。なんでそこで引けんとや、なんでそこで引けんとや。いやいや結局何ジーストもなし当たりもなしってかよっ。あるぜこれは、これはあるね、ショロンボさん、これはあるね。これはもう天国で刺さってますよ。しかもロングでしょ。これループもね 25% と言わず 50% ぐらい取れてればね嬉しいさですけど、さあ2回目の当たりとなりそう。当たりですね、これは当たるやつだ。よし1052ゲーム当たりです。これが2回目の初当たりになります。お待たせいたしました、大変お待たせいたしました。1000ゲーム1回超えたぐらい、ほんとちょっとしたハマりだと思います。1450枚5セット以上消化できればプラスが見えるというところですね。さあこっからはもう生放送が終わるまで飛ばしていきますよ。参ります。はい、白。先ほどは4セット継続も、まあ、上乗せはあったもののジーストもなければ SGG もなく、今日はまだゴッドも引けていません。この辺りで絡ませたいですよね、ジーストップとか SGG とか、なんかこう面白い時間を。何枚くらいを目標にしてますか。今日の目標は、まあ、常に目標は投資以上の獲得なので、今日は1500枚以上ですね。1450枚投資があるので、リセット目やったらスキンヘッドにしよう。スキンヘッドしませんけど、ませんけど、いやでもドキドキしますね、これ2セット目あるかどうか。よし、さあ1000回転以上ハマって迎えたゴッドゲーム、まずは1セット目の100ゲーム消化ですが、このあと2セット目なかったらちょっときつくなります。234枚マイナスはまだそんなに大きくないですが、あってほしい、お願いします。反発っぽい。単発になりますようにって単発をお祈りされてる方のお祈りが届いたみたいでよかったですね。あー単発か、シータさん広島にも来てくださいね。本当広島、岡山もそう、山口もそう、中国地方行きたいんですよ。最後ぐらい4つ目来てよ、これでなんとか言ってくれないかな。あのよし、これは10分の延長が効いたかも。いやーまだ、いやいやまだチャンスゾーンに入っただけよ。よし行きますよ。さあここで当てて気持ちよく終わろう。投資は36本ある、多分37本目の投資が必要になる。いきます。7がある、 S がある、ボタンもある。はい、参ります。いきますよ。当たったのは当たったけどもそれじゃないんですよ。まあでも3回目、36本ですね、投資が1800枚。いやー今のは 7KS に期待しましたよね。さあ G ストップからの当たり、この100ゲームで何かが引ければいいですけど、7来い、どうしようか。
とりあえずこの5ゲームだけいきますね。セット目が来る理由ないですもんね、ここね。はい、3回目の AT はこれで終了になります。背負い投げ。いやー頑張ろう。よし、はい、凱旋では投資が1800枚で持ちコインが今100枚ぐらいあるところなんですけれども、ちょっと残り時間で凱旋追うのきついなとなりましたので、ここはもう一撃2400枚を目指してリゼロ行きたいと思います。まあ、おそらく追加投資にはなりますけれども、一発目で完走できれば逆転の可能性もまだあるかなというところで参ります。はい、こちらですね、今日は白衣攻略戦が 1,2,3,4,5 回で、ゼロカラッシュなし、まあ、なかなか厳しそうな台ですけれども、まああえてのというか、まあ、空き台がねこれか隣の台か2台しかなかったので、状況的にはあんまり変わらない台ですね。参ります。まあゼロから打ち出しているという感覚でいけば、ただね今5スルーしているので、白衣攻略戦そろそろゼロからしていってほしいなという台でもありますね。ポイントが全然来ないな、これは少ない。いやこれは厳しいな、まだ30ゲームですけど。やめます。いや240ポイントじゃちょっとアイテムもたまったとて2つが精一杯かなって。こっち行きます。まあ、こちらはまだ今日1回しか白衣攻略戦がなかった台、AT 当選ゼロの台ですね。いやせめて300は超えんといかんでしょう。できれば500は欲しい。変わんないあんまりこのままだと。はあ、大して変わりませんでした。260ポイントよし、もう頑張るしかない。さあ200ゲーム台ですが、正直早めに当ててそしてゼロカラッシュまでいかないと2400枚超えてしまいます。600、700はまってしまうとどうかな。ただアイテムが一つもないので、早めの白衣攻略戦来たら来たで結構きつい。お、さあチャンス演出レア役来て、ここかもですね白衣攻略戦。ただアイテムが黄色の撃破率アップが一つだけ、白衣攻略戦をクリアするのも難しいし、仮にもしクリアできたとしてもその1回目のゼロカラッシュで完走させなければいけないというのも難しい。まあ、ここを超えないと今日の逆転がないということになります。2400枚です。ちょうど2400枚です。さあ通常 B での当たりということになりますね。ただ難しいだろうな。いやいやでもやるしかない、やるしかない。
参りましょう。 58% よし超えてやる。怖いです。ここは助かりましたね、リカードで。あーちょっと少ない。クルッシュなら OK。 よしよし、これ弱いですよね、リカードクルッシュの流れではありますけど。お願い。いやー困る。いきました。さあなんとか1体目は撃破。耳で半分減らした。ここもチャンス。苦しい。よし、いけるいけるいけるぞ。さあこれであと1体となります。強チェリー来い。弱チェリー、もう一回強チェリー。決まらない。弱チェリー、さあ揃えば確定になります。よし決まった。これであとは何枚出せるかですね、まあ、かなり弱い白衣攻略戦でしたが、投資は2400枚。いや面白い勝負になってきましたよね。これ2400枚出したらすごいね。よし行きます。いやー正直ね、かなり厳しい白衣攻略戦でしたよ。さああとは何枚マイナスを減らせるか、あるいは逆転あるか。いきます、お願いだー。2400枚出て。まず初期ゲーム3桁ないと厳しいですよね。7とか来ない。ちょっと弱いね。いや何も来ないな。弱い、これは弱い。ちょっとあと3ゲーム狙ってみる。狙わせてよ。ちょっと少なすぎますね。あれ45ゲーム。これまだ今日白衣攻略戦が2回目だったんですよね。今のがもしかして高設定とかいう可能性もあるんじゃない。45ゲーム。いやー少ないな。一発逆転狙ってましたんでね。ちょっとこの初期ゲーム数はがかり。あ、赤文字チャンス来た。いきなりこれは乗ってますね。AT に当選した時点で乗ってたパターンですね。おねだりアタック欲しい。上乗せ10ゲーム。実は今のね続けばよかったんですけど、ちょっと弱いかな。すり替わり、うん、ここ大事よ。味覚助かった。なんとか踏ん張ってます。ただ凱旋の後に短い残り時間でこうやって展開を一つ作れたというのはちょっと嬉しく思いますし、まあ、本当に調子が悪いときはねここすら突入させれないので、まあ、流れはやっぱり1月悪くないのかなっていう気はしています。乗らないかなこれ。チャンス目乗ったろう。20ゲーム。
さあこれで残り53ゲームになってます。ゼロカラッシュちょっといい感じになってきましたね。よしよし、結局ボーナスの30ゲームと20ゲームの馬の手で50ゲーム400枚相当ここで乗せたことになります。これでラストになります。いやー45ゲームスタートはなかなか厳しい。まあ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 結局リゼロで使った分が戻ってきたぐらいですね。まあでもちょっと最後楽しい時間はありましたね。はい、実戦終了しました。まあ、今回は司神崎店さんでの節目の回でしたけれども、凱旋を追うのもちょっと厳しい時間に入ってきたので最後リゼロの一発勝負に挑戦しました。で最近はこの最後のリゼロが結構いい動きしてくれることが多かったので、まあ、今日も期待したんですが、まあ、なんとかゼロカラッシュに入ったものの初期ゲーム45ゲームから獲得枚数対して伸ばせず、交換枚数は648枚でした。相当紙が2400枚ありましたのでマイナス1752枚という結果でございます。はい、節目の回は惨敗という結果ですけど、まあ、10話トータルで見ればこれでも6勝4敗2000枚以上のプラスは残せたので、まあ、1月いいスタートは切れたかなというふうに思ってます。そして、今回は節目の回ということでいつものカードケースに加えてこちらの節目 T シャツプレゼントいたします。カードケースが抽選で3名様、 T シャツも抽選で3名様。今回のプレゼントのキーワードは最後はリゼロ、こちらでお願いします。今回のカードケースと T シャツプレゼントのキーワードは最後はリゼロ、こちらの6文字でお願いします。はい、というわけで、まあ、いい形で戦を迎えるためにもまた明日以降次の節目をまずは目指してやっていけたらなと思います。以上、シーサの街道日記第980話でした。